おとぎ話、水谷勝。おとぎ話を探そうと町へ出かけてみたけれど、町は本当につまらない。青い乗り合い自動車は青いアヒルのようだけど、金の卵は産まないし、角の大きなビルディング、お城のようだが窓からは寂しい王子は見てないし、いろんな人も通るけど、銀の魔法の杖を持つおじいさんは通らない。やっぱり庭の芝の上、空を見ながら寝転べば、おとぎ話は見つかるよ。